はい、皆さんおはようございます。今日は11月21日、10時になるところです。今日もですね、テグリ島は天候が悪くてですね、おそらく私はウォーキングぐらいしかできません。しかも風が結構ありますので、ビュービューとした音しか外では入らないと思いますので、こんな話はいらないですね。本の紹介をしたいと思います。本はこちらです。これはですね、乾ルカさん著、明日の僕に風が吹くという本を今日は紹介したいと思います。ですね、これは実はもう前と言ってもそんなに前じゃないですね、半月ぐらい前に読み終えた本でして、なぜ紹介するかというと、まあ当然この絵をちょっとご覧になっていただければ、私の動画をいつも見てくださっている方はすぐにお分かりいただけたと思いますが、これ実はですね、テグリ島のなんと本なんですよ。テグリ島をモデルにした本でございます。帯をこちら取ってですね、こうして見ていただけると分かるかと思います。私がいつもジョギングしながら皆さんにお見せしている風景がそのままになっていると思います。この小説の舞台はですね、北海道の手打島という島になっています。後ろの方にわざわざ、この物語はフィクションです、実在の人物や団体とは一切関係ありませんと書いてありますが、それはまあ触りがあるので作者さんがそうしただけで、これははっきり手売り島がモデルのお話ですし、それぞれの登場人物にはモデルがあります。この登場人物、帯のところに書いてあるところを読ませてもらいますと、川島優斗は離島の、まあ川島優斗くんはこの物語の主人公です。離島の診療所に勤める おじに憧れ、自らも医師を目指していた。だが重度のアレルギー発作を起こした転入生を助けようとして失敗し、彼女に障害が残ってしまう。罪悪感と絶望に押しつぶされた優斗は引きこもりの日々を過ごしていたが、おじの勧めにより北海道の離島手打島で暮らすことになる。この島は会長の楽園と呼ばれていて、高校の全校生徒はたったの5人。島生まれの誠と両先輩、優斗と同じ訳ありで島外から来ている桃花と春先輩だった。島の生活に戸惑い、時に反発しながらも、優斗は徐々に前を向き始める。だが、突然の別れと残酷な真実が降りかかり、感動が胸を満たす再生と成長の物語。この本はですね、今現在いろいろ人間関係に悩んでいたり、学校行くの嫌だなとか、この世の中に自分なんていていいんだろうかと思ってる人に読んでもらいたいと思う。だけどきっと本を手に取ることも読むこともめんどくてできないっていう人もいるでしょう。だからぜひですね、そういう人にはまあインターネットで手売り島って検索してみてほしいんです。そうすると、手売り島に限らずなんですけどね、本当は、自分の合ってる居場所が見つかるかもしれない。それはおすすめしたいと思います。今現在主人公と同じように人生にいろいろ悩んでる人、そういう人に読んでもらえたらいい作品なんじゃないかなって私思ってます。ぜひともおすすめしたいなと思いますので、読んでいただいて、手売り島のことも検索してほしいなと思ってます。
それがすごく一番最初に訴えたいことです。結構売れてるらしいんですよ。まあ触りがあるのでそうしたのはきっと、これのこの主人公たちのモデルになった子たちに対する配慮だと思いますが、まず、全校生徒5人というのが本当にそうですし、なんといってもこの絵、いや私の動画をご覧になっていただいた方はもう皆さんご承知だと思うんですけど、これ手売り島から見る矢木尻島なんですよ。これこの形で見えるのは手売り島からしか見えません。それも私がいつも寒い寒いって言いながら港を見下ろして、撮っている愛鳥の火のところからしか見えない、愛鳥の火かそれよりもう少し上がったところの観音崎展望台の駐車場あたりからしか見えない矢木尻島の形なんですよ。これまずこれがね。そして飛んでいるのが宇島です。宇島の動画はたくさん私の方で上げさせていただきましたから皆さんご承知だと思いますが、赤い岩展望台の方に穴ぼこをポコポコ開けて巣を作って、そこの巣に可愛いヒナが生まれて、そのヒナに親がせっせと魚を運んでいるというあの宇藤さんです。宇藤さんのヒナを助けた動画も夏にあげましたね。あの宇藤が暮らしている島は日本ではこの手売り島だけです。あのというかこの宇藤がね暮らしている島は手売り島しかありません。友人であんなに巣があるところはもう手売り島しかないと、世界でもということで外国の方も見に来ていますから、このあれはもう手売り島で確定です。誰が何と言おうと手売り島でございます。それから、作者の方が実際に取材で来ていたということを手売り島の皆さんから私聞いておりますので、間違いなくうちの島をモデルに、書かれた本でございます。本の内容の川島くんの地元は東京なので、その、よそから来た人が島をどういうふうに見ているのかっていうのが非常に、描かれているところとしては我々として気になる部分なんですが、ストーリーはもちろんですね、まあいいお話ですので多くの方に読んでもらいたいんですけれども、ちょっと島民としての、まあ先ほどの OB のやつでもバッチリだと思うんですよね、紹介はね。ただ島民としての感想を述べさせていただきます。最後まで読みました。特に最初の方、このゆうとくんがまあいわばいやいや島に離島留学してやってくる主人公として描かれてますし、引きこもって1年こうダブってますし、かなりひねくれてるんですよ。だからっていうのもあるんですけど、島の描写があまりにもこうディスってるっていうか、こう不便なんですよ。いや不便なのは本当にそうなんですけども、まあコンビニがないとか、パソコンがつながらないとか、あとはそうだな、プライバシーがないとか、島に1個しか信号がなくてそれが何の意味があるんだというようなことまで書かれており、ちょっと島に住んでいる人間としては記述的に、あまりにディスりすぎでないかということで、正直ものすごい怒りを覚えた次第です。同じように読破した方にですね、例のあのネイチャーガイドの今堀さんがいるんですけども、今堀さんも同じような感想を言ってました。ちょっとディスりすぎでしょと、この本はひどい。そこまでじゃないけど、そのなんかこう前半の方の主人公が病んでる時の描写がひどすぎて、我々としては結構傷つきました。それは申し上げておきたいと思います。気になる方はぜひ実際に島に見に来ていただきたいと思いますが、後半の方はね当然、そこから主人公が立ち直っていくわけですから、この絵で描かれてあるように、非常に島の見え方が変わってくるという、非常にこう納得いく内容にはなっているのですが、とにかくディスりすぎということで、辛く思っています。この
島の、この本の中に登場する手売り高校や、それから小学校、郵便局の前の信号機、それからあとは島にあるレストランは毎日私も行ってますし、レストランというか、まあ、定食が食べられるお店なんですが、そこにも行ってますし、それから学校の寮、港の周り、それから宇土を見学するような、海潮観察者や赤岩展望台のあたりの描写はもうこの通りです。皆さんこの本を割とこう売れてるらしいんですよね。お読みになって、もしああちょっとこういうところが本当にあるなら行ってみたいなって思ったら、手売り島にどしどしお越しください。全くこの中に書かれているものと同じ、いや、この主人公を通して書くほどは不便でも田舎でもない、もうちょっとこういい手売り島を見ることができるでしょう。不便でも田舎でもないったらちょっと嘘になっちゃうのかな。まあまあ不便でも田舎でも他に素晴らしいところがあるという、そういうことを訴えたいわけです、私は。はい、今で、あまりにもディスりすぎじゃないかっていうことで、実はこの中に出てくる漁師さんのモデルになった方にも話をさせていただきました。漁師さんの息子さんだから、あ、本当にこの主人公の友達だ、のモデルになった方がもう今大人になってますので、聞きました。どうですかって、地元の人としては。こんなにディスられて、ひどいじゃないですかっていうふうに僕が水を向けると、もともと地元で暮らしている人は、いや、どんなテレビに取り上げられても、どんな本に取り上げられても、やっぱり不便だし、田舎だし、珍しいしっていう取り上げられ方をするのは、まあ、普通だよと。そんなに頭には来ないよ。だって本当のことだものっていうふうに、おおらかにおっしゃってました。で、そのことで私分かったことはですね、最初前半すごい、怒って読んでたっていう話をしたじゃないですか。そういうふうに怒るのは、まあ私が転勤族で結局島出身じゃないからなのかなって、途中から島を好きになってきた人は怒るけど、もともと住んでる人はもうそんな小さなことでは怒らないということが、なんだか分かってきました。それはやはり島のいいところだなと思います。そうした人情の部分もかなり出てきますので、お話としてぜひ読んでもらいたいと思います。そういうおすすめしたい本でございます。で、この主人公のゆうとくんのおじさんが島に勤めているお医者さんという設定になっているんですが、この方にもモデルがいて、3代ぐらい前のお医者さんとしてこの島にこう常勤で来てくださっていた方がモデルになっているんだそうです。で、その後しばらくしてから島にはお医者さんがいなくなってしまいました。そのことも動画で上げましたよね。でもね、今度やっと12月から島に新しいお医者さんが来てくれることになりました。おめでとうございます。おめでとうございますというか、我々にとっておめでとうなんですけどね。島にお医者さんが来てくれることになりました。大変良かったです。そのこともお知らせして、この本のおすすめを終わりたいなと思います。あともう一つですね、ちょっとだけ豆知識を申し上げますと、このウトウが舞い飛んでる絵ですね、これ地元人にとってはちょっと違うところがあるんですよ。どこかと言いますとね、このウトウが舞い飛んでる場所がというよりも、ウトウが舞い飛んでる場所の赤岩からは、ヤギシリ島はこの形には見えません。それがちょっと違うところです、本当とは。このようにウトウが飛んでいるところは、島の最南端の赤岩になります。赤岩のウトウ団地でしかウトウをこのように見ることはできません。そのウトウ団地から見える、手売り島じゃなかった、ヤギシリ島はこの形じゃないんですね。詳しくは私の動画にいくらでも上がってますのでご覧いただきたいんですが、この形に見える場所ではウトウはいないんです。これが私が発見した
なんだろう、ダウトみたいな感じの、地元ならではの楽しみですね。この形に見える場所では、春になるとウグイスが鳴いています。ウグイスだらけのとこで主人公がこういう風にやってんならいいんですけど、ウグイスはこんな密集して飛びませんので、こういう風には描けないということがございます。あともう一つとしては、このぐらいに飛ぶときは夕方なんですよ。本当はね。本当は夕方なんです。でもこの絵は明らかに朝ですね。朝です。朝には、こう、ウトウはこのように飛ばない。まあ、海に帰ってく、口に魚を加えてないですから、海に帰っていく親鳥ということであれば当たってるんですが、海に帰っていくのは、親鳥が海に帰っていくのは、もっと暗い時間です。薄暗い時間にもう帰っていってしまうんです。戻ってくるときは、夕方も暮れて薄暗いです。でもそうなっちゃうと絵にできませんので、まあ、これは、絵にするための、芸術的な表現ということで、ご承知をいただきたいなと。豆知識というよりは、地元の人間しかわからない、無駄知識でございました。そういうことも申し上げて、ぜひこの本を皆さんに読んでいただきたいと思います。それでは、今日も一日皆さん、お元気でお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日の僕に風が吹く、皆さんのところにも良い風が吹きますように、どうもご視聴いただきありがとうございました。